猫カフェやろうとしたら猫が好きだったんですね、根本的には。で、まあ、ボランティア活動をしていたというのもあって、で学生の時に喫茶店でアルバイトしてた経験があるんですよね。でその時にものすごく楽しい記憶として残っていて、で猫と、なんて言うんでしょうね、喫茶店のが一緒になると猫カフェじゃないですか。そういう意味で猫カフェをやろうって、まあ、決意をしたんですけどね。ルナちゃん、ケンちゃん、ルナちゃん、ケンちゃん、寄ってこないですね。ちょっと寄ってくるためのヒントを教えていただいてもいいですか。ヒントはですね、最初にこうこちらに歩いてくる時のまずスピード歩くスピードがものすごく速いんですよ。はい、で猫って急な動作がものすごく苦手なので、ね、早歩きとか、なんか急に立ったりとか急に座ったりとか、まあ、こう急に手を出したりとか、はい、その急なことをするとちょっとこう怖がっちゃうんですよね。警戒心の高い生き物なので、なのでなるべくこうゆっくりした動作で、かつこう下からこうなんていうの、手を出したりとかしてあげると、はい、そんなに怖がらないんですよ。うん、であと呼んであげる声のトーンも、うん、なんていうの、ゆっくりこう優しい感じで言っていただけると、こうピクッとしないというか、例えば猫ちゃんと通じゃないですか、はい、でこう一直線にこう行くとちょっとこう威圧感感じますよね。なので直接行かずにこう知らないよみたいな、こっちの方に行ってからふっと向くと結果距離が近くなってますよね。はい、そういう感じの近づき方をして、かつこう撫でないでこう下からこう行った方が威圧感ないですよ。その人間も一緒なので、はい、そういう感じで接していただけるとあんまり猫たちがこう見れていかないかもしれないですね。うん、はい、ルナちゃん、ケンちゃん、姉ちゃん、離れていくんじゃん。ルナちゃん、メイちゃん、ルカさんは猫に嫌われる人間っているんですか。やっぱり嫌われるというよりは相性が多少あるかもしれないですよね。基本的には男の人よりも女の人の方が好きと言われてるんですよ。のぶとい声とか体の大きいじゃないですか、男性の方が。なので体が小さくてこう華奢な感じの女性の方が猫は近づきやすいって言われてるんですよね。こういうお店に来たら猫が、まあ、嫌がるというかどっかにこう行ってしまうのはもう最初から仕方がないと思っていただいて、なるべく最初はじっと眺めて、猫たちに自分は警戒しなくてもいいんだよ、安心して大丈夫なんだよ、危害を加えないんだよっていうことを自然とこう分かってもらえるぐらい最初はじっとしてた方がもしかしたらなかなか猫たちとまあコミュニケーション取りやすいかもしれないですよね。ルナちゃん、ケンちゃん、メイちゃん、もっと優しい声で、ケンちゃん、ルナくん、メイちゃん、
カフェでの NG 行為について教えてください。 NG な行為は、大きい声を出したりとか、あの大きい足音を出したりとか、早歩きでも急な動作をしてしまう、急に立ち上がったり急に座ったり急に手を出して触ろうとしたり、それとびっくりしちゃうので、そこがやっぱり一番ダメなことで、であの猫の触り方、撫で方も基本的に急所になるような場所っていうのは猫は嫌がるので、信頼関係の出来上がった飼い主さんと飼い猫でしたら、そうでもないんですが、絶対お腹とか、あと手足、後ろ足とか触るとやっぱり一撃でこう動けなくなっちゃう場所っていうのは、逃げられなくなっちゃう場所は嫌がるんですよ、極端に、なのでお腹とか、あと尻尾ですね、嫌がります、そこは触らないようにしていただいて、でなるべく、首から腰にかけて、こうゆっくりこう毛の順面に沿って、撫でるように、優しくしてあげるとそんなに嫌がらないかもしれないですね、あとこういうとこ、猫好きなんですよ、頭のこうやってガシガシやられる、ただうちの子に対して言えば、何て言うんでしょうね、最初はいきなりこういうとここうやって行っちゃうと、やっぱり人間もこうやって来られるとちょっと嫌ですよね、だから最初ゆっくりこの辺こう慣れるのがいいですので、でだんだん慣れて受け入れてくれるなと思ったら、こういうところにこうやって座るようにして行くと、そんなに嫌がるのかもしれないですね。ちなみに猫カフェは抱っこ大丈夫なんですか？大丈夫なお店もあるんですけど、基本的に猫抱っこが好きな子っていうのは限りなく少ないので、うちはもうストレスになるので抱っこは禁止になってるんですよね、お客様でやっぱり可愛いのでどうしても抱っこしたくて、来て来られる方がいらっしゃるんですけど、近々こういう理由でうちはできないんですと、ご納得していただいた上でご入場ご案内させていただいてますね、で猫同士の挨拶で口の匂いをこう嗅ぐんですよ。でその時に鼻をこう顔近づけて鼻をチョンってやるんで、鼻中って言われてるんですけど、猫同士でこうやってやるんですよね。こんにちはって挨拶なんですけど、人間も猫と挨拶ができて、でこうやって指先を出してこうやって今スリスリ甘えちゃってるんですけど、同じように人間の指先を鼻と見立ててチョーンってやってくれると、挨拶がこんにちはっていうことなので、最初は猫に向かってこうやって一つゆっくりこう向けていただくといいかもしれないですね、撫でるとそんなに多分嫌がんないと思うんですよね。最初は優しく、どうしても猫を飼ってる方ですと自分の猫ちゃんだと多分そんなに撫でても嫌がんないと思うので、多分もっとこう何でしょうね、しっかりこうわーっとこう多分こう撫でると思うんですよね。でこれ僕信頼関係がこの子とできてるので、そんなに嫌がらないと思うんですけど、最初はあんまりこう強くやっちゃうと嫌がっちゃうかもしれない、優しくがいいかもしれない、そうですね、そんな感じです、ちょっとやっぱ逃げられますねアメリオ、アメちゃん、こんな感じで大丈夫ですか？そうですね。で慣れてくると頭の方を触るっていう感じですかね。そうですね。慣れてくるっていうか、猫ちゃんがなんとなくこうリラックスして触られるのをそんなに嫌がらないというか、そういうタイミングで
しにあの子ちょっと撫でてみます。はいはい、ちょっと挑戦してみていいですか。緊張しますね。でもちょっと癒される気持ちは分かってきました。舐めてる、自分の体を舐め始めたら、はい、ちょっと待っていただいて、うん、いいですね。もう猫が自分の体を舐めてるときは、はい、そういうときは撫でない方がいいですね。はい、猫ちゃんに集中してるときなので、うん、触るとうんってなっちゃう。そっとしておいてあげていただいてもよろしいかと思います。はい、今はこれ懐いてくれてる時ですか。そうですね、割と懐いてるというか落ち着いて撫でられるの気持ちいいって感じですよ。慣れてきました。そうですね、なんとなくこう撫で方もこう猫が嫌がってないですし、猫に対しての警戒心もちょっと少なくなってきたんじゃないですか。なので逆に猫も警戒心が低くなってきました。人間も警戒してちょっと怖かったりすると向こうも同じなので、初対面人間同士もそうじゃないですか、はいはい、相手が緊張しているとなぜか自分も緊張してしまう。それと同じで自分も自然とこうリラックスしてくると猫も受け入れてくれてるような、うん、多分そういう感じになってくると思います。うん、一気に距離が近くなった気がします。もうちょっと上げても大丈夫ですか。なんかさっきよりすごい積極的になりました。最初警戒をしている猫たちも、うん、おやつを出していただくと、うん、やっぱりご覧の通りわーってやっぱり生き物なので食べたくて寄ってくるんですよね。そうすると食事を与えてくれる人だとやっぱり警戒心も低くなるので、うん、なんていうんでしょう、その後のこうコミュニケーションも取りやすくなるとは思います。結構噛まれたりすることもあります。いや、噛むことはないんですけど、うん、この子一番食いしん坊なんですよ。なるほど。それで自分ばっかりバクバク食べられないと、はい、ガツガツ来ちゃう、はいはいはい、最初はおとなしいんですけど、ね、おお歯がバシッと当たるんです。歯がかなり当たったんですけども、でも全然大丈夫です、はい。おしまい。失礼します。じゃあこちら、アイスウィンナーコーヒー。
で、あの猫がやってきても絶対に与えないように、あの来たらこう持ち上げちゃうかして、あの召し上がりになってください。はい、やっぱ本当に来るんですね。そうなんです。あのやってきちゃうんです。本当に目を離すと大変なことになっちゃうんで、あの置きっぱなしにしてやっぱこう猫に中こう気持ちがいってこうコミュニケーションとか取って目を離しちゃうと、その隙をついてプロプロでやられちゃう時があるんですよ。古川さんから猫の接し方と餌のやり方を教わりました。果たして猫との距離は縮まったのでしょうか。試してみたいと思います。古川さんどうですかね。あの大丈夫だと思います。鼻チューもしてますしね、はい、鼻チューもう一回やって、うん、人差し指だけ、うんうん、今のは実はすごい怒っちゃってるんで、で鼻チューも、ごめんなさい、説明が悪かったんですけど、こうぐいぐいこうやるとどうしてもこう引いちゃうので、うん、こうやってこの辺で待ってると猫からこう寄ってきてくれるんですよね、はい、だからあの今多分こういう風にやっちゃったんで、うん、多分シャーッと怒っちゃったんですよ、うん、もう一回おおおおびっくりしました。違う子に言うペンダー動いたみんな離れてるぞ。なかなかこっちを向いてくれない。難しい？難しいですね。餌あげたんですけどね。やってみて。そっぷんも書いてるけど。嫌われる人間なんじゃないの。そうかもしれませんね。ちょっとショックです。